わっさっやぴまるです。はい、ということで今日はですね、おい運営聞いてるか、はい、こういう感じの動画になってます。まあ僕ね、公認 YouTuber なので DM とか YouTube のコメントでいっぱいね、コメントとか意見もらえます。はい、その中で最近めちゃめちゃ多いのがこちら、キット消せ。これだけ送ってくる人がいっぱいいます。わかる、めちゃめちゃ気持ちわかる。俺もね、野良で動画撮ったりとか、あのバトロイのデュオね、やったりするんですけど、もうキットがいすぎてきついですね。はい、もうキット対策がいなすぎるというか、もうキットしかいない。もう猫が覇権を握ってる。もうやばい、まあ、それぐらいね、ちょっと運営さんバランス調整ちょっとヌーブすぎん。もうマジでやばい。ちょっと調整したら、てかちょっとさ、テストプレイやったらさ、わかるやん。なぜわからん。はい、まあ、そういう感じの今回動画の内容なんですけど、一応ね、ツイッターで僕アンケートを取って、まあ、みんながキットに対して思っている不満をこのツイッターのところにぶちまけてくださいっていうのをね、ツイートしたんですよ。それをね、今回ね、この動画で発表していくので、もうこの動画は運営に見てもらいます。もう見てもらって直してください。キットの調整どうにかしろ、ここを直せみたいな感じの動画です。で、後半はですね、僕実際にまあ、まだバトルでキットを使ったことないんですよ、俺。そう。まあ、だから、どういう風になるのかっていうのを今回使っていく。どれだけ強いのか。はい。ということでね、皆さん、最後までよろしくお願いします。で、なんか共感とかね、思うとかあったらコメントとかね、高評価をしてくれると嬉しいです。まあ、今後もね、こういうね、みんなの不満を動画にしたりするので、よかったらチャンネル登録もお願いします。では行きましょう。レッツ。はい、ということで、じゃあ早速みんなの不満をぶちまけていきたいと思います。まずはこちら、ミロカ。キューブ5個持っていたら3リロで1万2000ダメージ出るんですよ。まずそれを耐えれるキャラがいるわけない。プラスガジェットで封印されたら緊急脱出の技を持っていないキャラはなすすべなく死ぬんですよね。脱出したとしてもウルトの追撃があったら死にます。強キャラの対策が同キャラしかいないのはおかしい。てんてんてんと。まあね、あのね、対策キャラがいないっていうのがぶっ壊れの表しですね。はい、キットが昔ね、3対3もう強すぎてバカじゃないの運営みたいな時はコーデリアスでしか返せなかったんですよ、別キャラだと。しかもコーデリアスで返せるけど、別にそれで、ね、絶対勝てるわけじゃないみたいな感じだったんですよ。それぐらい、まあ、ぶっ壊れキャットだったんですよね。で、まあちょっと弱くなって、で調整入って、33だとまあちょっとノックアウト結構うざいな、大会でも使われるなぐらいだけど、バトロイがもう壊れてると、猫体格になってしまうっていう感じでね。まあね、調整ミスってますよねっていうお話。さあ次、こちらキャラメルタン。3対3の環境を優先するとか言いながらぶっ壊れスタパを実装してるとこ、確かにね。なんかさ、そうなんだよ、猫のスタパ2つ目ってさ、33関係ないんですよね。あ、1つ目か、パワーキューブのパワー上昇率が 200% 増加するっていうの。何これ。バトロイのためのやつだし、もうこのスタパのせいで確かにあの猫が暴れてるっていうのはあるから、これ変えてもいいんじゃない？もうね、確かに3対3を優先するとか言いながら、バトロイでのこのぶっ壊れスタパ、えぐいっすね。確かに。これは正直、キモい。はい、ありがとうございます。じゃあ次、こちら、クランケンさん。バトロイだったらキューブ5個取ったら10個分の強さになりますし、しかも隠れて近づかれたら対処しようもなくやられます。33なら主にノックアウトで猫ビビオア猫モテが来て、正直面白さのかけらもありません。いやー、マジそうだね。ノックアウトの打ち合いステージとかって結構ザベスとかマンディとかがね、今まで使われていて、そこで長射程をね、トロ上げしたりとかしていたんですよね。特にマンディとかはね、やっぱ賞金とかノックアウトが結構適正なので、そこに猫が強化されたことによって、猫プラスなんちゃらみたいな、ミコとか、まあ、エドガーとかもいるし、タンクとかね、それのせいで長距離が使える環境ではちょっとなくなってるっていうのが実際の、ノックアウトの問題ですよね。もちろんガチバトルで、まあ、猫をね、取ったりとかするのはいいと思うし、でもさ、ガチバトルってバンできるじゃん。だからガチバトルで、ね、調整すると33も腐るし、その流れでバトロイはもっと腐るんですよね。そういうところまでもちょっと考えてほしいっすね。ヌーブすぎん。はい、ということで次、こちら色ブラッキー神さん。
キューブ持ってる量に変わりますが、序盤に5個以上取られたらその時点でダメージ1万超えてくるんですよ。しかもガジェの透明機種プラス逃げられても、あ、じゃあ逃げれてもウルトで上乗っかられて終わりです。遠距離ならまだ戦えても、リリーやエドガーなどなら一瞬で溶かされて終わりですね。リプに詳細貼ります。こちらリプの詳細、これは今トロフィー900体で起きてるやつですね。だいたい1マッチ2匹合います。本当にどうにかしてほしい。確かにね、ワンパーティー1キャット、野良で2キャットみたいな。猫大国やん。え？動物園？ミコ猫とかも多いからね、ガチの動物園。バトル動物園です、もう。無法地帯。はい、ありがとうございます。じゃあ次こちら、マルさん。こっちとら猫アレルギーなんや。もうゲームにまで影響出ちゃってる、猫が多すぎて。それかもしくはキットのせいでアレルギーがね、出てしまったということでね。はい、もう大変ですね。シンプルおもろって感じです、これは。次、エイトさん。やっぱ自動で売ると溜まる特性なくすのが一番の弱体化だと思う。ガジ消しても味方乗ったり、ブッシュイモだし、あとは火力。高いせいでザベスとか使えないんじゃ。使えないんじゃ、こらーって言ってます、これ。これ文面だと使えないんじゃ。だけど実際使えないんじゃこらって言ってます。はい、まあね、確かにあんま使いづらいですよね。乗られたら終わり、マジでそう、本気でそう思うわ。はい、次こちら TC ザコアットムカキンゼさん。ガジで消えるな卑怯者。はい、炭治郎が言ってます。炭治郎が言ってるって思ったらめっちゃおもろいね。もうだから炭治郎からしたらキットは鬼です。はい、鬼です。退治をしなきゃいけない。だから僕たちは鬼殺隊に入らないといけません。それぐらいこいつは嫌われています、今、猫。本当は可愛いって言われるはずなのに、もうね、鬼とかしてしまうってね。かわいそう。はい。まあ、一旦こんぐらいですかね。もっといっぱいあったんですけど、まあ、ちょっとこれ以上取り上げてしまうとね、長くなってしまうんで。はい、こんな感じです。まあ、この量だけでも、かなりのね、もう、猫を消したいという思いが伝わってきますね。確かに1万2000とか、ダメージ1万を超えてくるっていうのが正直やばいんで、まず、スタパよね、この上昇志向っていうスタパ。ね、これバトロイ専用の場が強いスタパ。まずこれをどうにかする。あとガジェット、ネオンのウルトが瞬時に3回ね、まあ秒数減ったんですけど3秒に。だけど3回ね、使えてしまう。さらに、消えてる途中に移動をやめるとね、ウルトがすぐ溜まるってことで、もうね、結構ぶっ壊れっすよね。はい、ということでね、もう運営さんこれ見てると思うんですけど、消せよ、猫を消せよ、もっと可愛くしてくれよ。はい、これがね、僕からの、そしてみんなの不満でございます。まあ僕はね、猫が弱いのもちょっと使いづらいから嫌なので、もうちょい何かしらね、もう多分ね、性能を変えるしかないと思うんですよね。まあ難しいと思うんですけど、バトル崩壊してるので、もうバトルに関してはちょっと可哀想すぎる。名前もずっと見えてるし、猫環境なるし、もう虎上げできない。変異来るし、みたいなね。マジで可哀想。バトルに変異来た時とかも、最悪やん、あんな。その日バトルできんし。はい。っていう感じなので、運営さんぜひともよろしくお願いいたします。ということで、後半はですね、キット実際に使っていきたいと思うんでね。まあ、まだね、キット何なのって思う人はね、よかったら見てきてください。はい、ということで後半、猫使っていくんですけど、メロカよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まあ不満動画の後半ということで、バンバン不満を言っても大丈夫です今回は。本当ですか。うん、どうぞどうぞ。あー、クソですよね猫は不満なの、それは悪口やん、ただの。え、だって、いや、普通に猫強すぎるから、なんかもう実力関係なしで負けたりするから。あーね、まあそうなんだよね。初心者としては嬉しいのかもしれないけど、まあ自分より上手い人に勝ちやすいっていう点では初心者から見せたらいいのかもしれないけど、こっちからしたらたまったもんじゃないっていう。え、実際ちょっと聞いてよ、俺バトロイで猫を今強い中使うの初めてなんだよね。だからどう立ち回るのが正解かあんまり実は分かってない。まあキューブ稼ぎまくるのが一番だけど、もうそれ拾ってもらって、これヤピさんが拾わないと効果ないんですよ。これ下パって、あ、そういうこと。そう、なるほどね。猫のスターパワーだから、そういうことか。自分が拾わなきゃいけないんだ、味方じゃなくて。そうなんですよ。じゃあ猫が回収していった方がいいってことね。そうっすね。面白。うわ、湧いた。一旦下がる。いいっすよ。
猫で猫取って、おもろいね。で猫が取ると400も火力増えるんですよ、うん、え、それ味方もさすがに、え、味方は増えないですよ、さすがに、さすがにね。いけ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 、うわマジ強い、ガチキチガイ。あれあれどこだ、あ、あ、強っ今火力どんぐらいで出てますか。一発6900ぐらいだったかな、それやばいですよね、うん、一発6900だから普通にやばいね。はい、あー始まりました。バカにする、一旦さ下の1個開けといてよ、じゃあ。あー、OK です。これ上行くわ。 OK、 中行ってる相手、上のね。オッケー、まあ、こうやってね、自分が拾うってことね、キャッツがね。任せてー。ほい、ナイス。バーズだるいな、これ。めっちゃウルト溜めさせてくれる。いや、これ待って、タグ怖え。おー、強い。あ、いや、すごい。倒したよ。ナイス。ガチ強い。あとこれです。ナイス。バーズウルト。やばい、ナイスカバー、ナイスカバー、ナイスカバディ、ナイスカバディ、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 ナイス、強っ火力エグ、なんか2パンしたけど今やば。よっしゃ、ラストいきますか。よし、いっちゃいましょうか。はい、あー、いっちゃいましょうか。いやいやいや、似てないからね。はい、あー始まりました。似てないから。似てるわ。似てないって。いや、4個でかー。オッケー。なんかさ、ガジェット理不尽すぎん、ほんとに。あ、待って、真ん中誰だこれ。いや、真ん中なんだっけな。4400出てるわ。あ、そうだ、黒だ、黒。今4400出てましたね。次4800出ちゃいますね。ダグダグダグ、棒ダグ棒ダグ。いやー、これちょっとめんどくさいな。ガチナイス。あ、待って、ちょっと俺これ拾っちゃいますね。オッケー、ちょっと一旦隠れる俺。いいっすよ。ナイスナイス。あと棒、そこね。当ててくれ。ダグ来てる、ダグ。俺先行くわ。もう勝ったっすね。どこ？もうあの棒に、棒見つけた瞬間乗っちゃえばいい。わお。わおです。つお。はい、ということで最後バトルをやってったんですけども、まあ僕強くなってから使ったの初めてだったんですけど、使い方教えてもらったらあのめちゃ強かったということでね。これはもうさすがにね、下方されるでしょと。してくんないと困るわ。まあ、下方というかあの性能を変えるとかだったらまだいいかもね。うん、見直してほしい、だいぶ。うん、なんかこれね、いじるところが数字とかじゃない気がしてきた。結局スタパーして。そうそう、スタパとかだと思う。結局その他いじ、他っていうかその数字いじっちゃうとまた33で使えなくなっちゃったりするから。33だと今ちょうどいい強さですもんね。まあそうだね、ガチバトルだとね。でもマルチはちょっとやばいね、ノックアウトがゴミになってるから。あ、そうなんだ。あ、そうなんだ。あのビビ猫みたいな。ああ、やっぱそれなんだ。そう、そういうのが多くて、結局長射程マップでもそれ来たらもうだいぶ負ける、ほぼ負けみたいな。開けてんのにビビに乗っかった猫がいるだけで、まあ、だいぶしんどいっていう。なるほど、うん、感じだから、まあでもステータスか、そうなったらもうちょい調整した方がいい気がしてきたんでね。そうですね。うん。運営さん、これ見てると思うんで、よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ今日はこんな感じで終わりましょう。ミロカのチャンネルリンク下の概要欄に貼っとくね。登録お願いします。お願いします。はい、終わります。皆さん、それでは、ワダ、バイ。サムです。サムじゃない。